スイス国鉄定位型電気機関車は、スイスのスイス連邦鉄道で使用される入れ替え用電気機関車である。スイス国鉄では、1905年に交流 15KV50Hz で、1906年及び1907年に交流 15KV15Hz での電化の試験が行われたが、その後本格的な電化は、ベルン・デッチュベルク・シンプロン鉄道や、レーテッシュ鉄道からは、 若干遅れて1919 19年のベルン、トゥーン間から本格的に始まり、1920年代には、主要幹線について、急速に電化が進んでいった。一方、主要液における入れ替え用の機関車についても従来は、蒸気機関車が主力で、1910から20年代に、F2、251型や XA2、232型といった。 蓄電池機関車が工事用なども兼ねて一部運用されている状況であったが、駅や操車場構内の電化の進展に伴い、1920から30年代以降入れ替え用の機関車にも電気機関車が導入され始め、入れ替え用の電気機関車である E3、4型や E3、3型と並行してより小型で、機関車ではなく入れ替え用員が運転操作をする。 入れ替え用トラクターに分類される低型、低位型、低位型機関車が導入されていた。入れ替え用トラクターでは他のスイス機関車と異なり、I 2、II、III 等の分類は形式別ではなく定格出力の分類に使用され、電気機関車では低型は 90kW 級、低位型は120から 140kW 級、低位型は 250kW 級の分類となって、 おり、入れ替え用電気トラクターの最大クラスである定位、型はいずれも低圧タップ切り替え制御により最大牽引力 36K のを発揮するおが機であり、以下のシリーズが用意されていた。また、スイス国鉄唯一の1メートル期間の路線であったブリューニック線専用機として、以下のシリーズが用意されている。この定位201から203型は、ブルーニック線の入れ替え用及び、 小列車用として用意されたもので、標準機用の定位三十九から1七十九型トルイジの形態ではあるが別設計となっており、低圧タップ切り替え制御により最大圏引力五十三点三 k n を発揮する小型機である。本形式は現在では、ブリューニック線が移管された、セントラル鉄道の所属となり、UIC 方式の形式名であるて171-201から203、 型となっている。本形式はいずれのシリーズの機体も、車体、機械部分は、SLM、電気部分、主電動機はサスもしくは魔法がそれぞれ製造を担当し、ロットごとの基板製造所、SLM 製版製造年、1963年の称号、改正前基板は以下の通りである。定位125系号機フットビル連合鉄道の 定位161号機、運転室側面窓が増設され、ボンネットが改造されているオエンジン原バルシュタル、鉄道のチェに、202号機、本線用機として運行されている、2009年、バルシュタル駅モルジュビエールこそね地域交通に、譲渡された、元スイス国鉄の定位147号機、モルジュ駅競技用の定位203号機、導入当初競技用の定位203号機、 本機のみ、名人間の期待名と紋章がつく。ありがとうございます。